自由ドイツ労働総同盟は、かつてのドイツ民主共和国唯一の労働組合中央組織である。FDGB は1983年時点で16の組合を参加に収め、組合員910万人、組織率97.2%を誇っていた。東ドイツ憲法第44条では、労働組合は自主独立組織と規定されていたが、 実際には、東ドイツの支配政党、ドイツ社会主義統一党の支配下にあった。1975年から1989年まで、会長を務めたハリー・ティッシュは、SED の最高幹部である、政治局員であったし、5年おきに行われた、FDGB の大会は、SED の党大会の翌年に開催されて、 党大会で決定された経済後可燃計画の実施を誓うというのが実態であった。また組織的にも SED の党組織同様民主集中性を採用していたため、会長が絶対的な権力を持つ組織であった上、労組内の各機関に対応して SED の党組織が作られ、組合の中央幹部の多くは SED の中央委員でもあったため、 FDGB の実態は、SED の労働者に対する支配の一翼を担う存在であった。このような組織であったため、名目上は、経営側と賃金などの協議権を持っていたものの、東ドイツでは1960年代に、ストライキの権利が認められなくなっていたこともあって、労働者の側から経営者である国家に抵抗する術はないに等しかった。一方、FDGB は、 統一戦線組織である国民戦線の一角として各地法議会や人民議会に議席を保有し社会保険、健康保険等を担い SED の民兵組織である労働者階級、戦闘団に人員を提供するなど国家機関、立法機関の一角を担う存在でもあった。また、労働者の余暇の担い手でもあり多数のホテルや保養所などを保有していた。年 ドイツ再統一に伴って解散し、参加の組合の多くは、旧西ドイツ側のナショナルセンターである、ドイツ労働総同盟へ合流した。ありがとうございます。